日の光昏睡の中月の光助けてくれ。仕方ないじゃない。私はいつまでも舞台の上で輝いていなくちゃいけないんですもの。あなただって、あなただって私が売れなくなったら困るでしょ。やっぱり本当だったんですね。誰？ずっと噂だったんです。月村幸恵は悪魔に魂を売り渡し、人を食い物にして大女優にのし上がったから化け物だって。よく、どうして？まさか本当だったなんて。その人は何人目の犠牲者なのかしら。かわいそうに、知らなければ死なずに済んだ。陽子、ごめんなさい。私と取引をするつもりはなくて、悪魔さん。あなたまさか。ええ、私に月村と同じ輝きを与えてくれるならいくらでも差し上げてよ。私のみずみずしい魂を。おやめなさい。自分が何を言っているのか分かっているの？これはあなたなんかに扱える代物じゃないのよ。あんたは黙ってて。さあ悪魔さん、そんな追いさらばれた魂を捨てて私に乗り移りなさい。私を世界に名だたる大女優にするために。やめて、よっとやめて。あ、ダメ、ダメよ。何ができるっていうの？今まであなたの欲望を満たしてきたのはこの私だ。おいで、私の中に。私たちまだうまくやれれば。だからお願い、じゃないで私を見つめてしないで。
私は今、月村さんが昨夜飛び降り自殺をしたマンションに来ています。現場は月村さんの悲報を知った大勢のファンの方々が駆けつけ、深い悲しみに包まれています。はあ、ショックだなあ。私あの女優さん結構好きだったのに、どうして死んじゃったんだろう。美しきものは皆脆い。その散り際が美しいほど伝説が生まれる。私は伝説だけ残っても嬉しくないな。そうそう、死んだらそれっきり。そして真実は闇の中ってところね。弥生さん、知っていたのか。月村ゆきえの飛び降り自殺。知ってるも何も、現場で今嫌ってほど見てきたわ。された月村さんは大女優としての貫禄で常に芸能界の中心に光り輝いておりました。大女優さんの小じわを隠すメイクの勉強でもしてきたのかい。仕事よ仕事。ふざけたこと言ってると、その胸に十字架突き立てるわよ。俺は突き立てられるより突き立てる方が好きなんだけど。指導さん、突き立てるって何を。何って聞くんじゃねえよ。これだから子供は嫌だ。子供じゃないわ、そっちこそチビのくせに。何よ何よ。ちょっと黙っててくれる。ここからは仕事の話なんだから。 NOS が動くからにはブリード絡みなんだろ。同じ夜、月村のマネージャーがバラバラ死体で発見されているの。しかも月村が立つ予定だった舞台の上でね。そんなことテレビじゃ一言も言ってなかったわ。マネージャーの死体には抗争、食いちぎられた跡があるの。人食いか。しかもそのマネージャーの肉片が月村の胃袋から発見されているのよ。そんな、それじゃあ月村さんがブリードだったの。妙だな。え？せっかく手に入れた人間の体だ、乗り移ることに利用もせず簡単に手放すとは思えない。ブリードは人間と違って自殺なんかしないのさ。では関係者の悲しみの声をお聞きください。私、月村さんのような存在感のある女優になりたくて頑張っていたのに、こんなことになってしまうなんて。この子、朝比奈陽子。確か最近まで月村の付き人をしていた新人の女の子よ。月村さんの代役で舞台に立つことになったそうですが、いかがですか。はい、亡くなった月村さんの分まで精一杯頑張りたいです。自分の先輩がブリードだったって知ったらびっくりするよね。代役か。ブラボー。素晴らしい。別人のようだ。月村と同等。いや、それ以上だよ。先生、月村さんの話はもうなさらないで。私もいつまでも代役なんて言われたくありませんから。すまない。しかし全くすごいよ。月村と私とでは器が違う。同じ光を手に入れれば私がより輝くのは当たり前。絶対負けない、誰にも。朝比奈陽子さんですね。自殺の動機？何でも結構です。最近月村さんに何か変わった点とかありませんでしたか？昼間も来ましたよ、警察の人。私が疑われているんですか？そういうわけでは。練習忙しいんです。公演はもう間近に迫っているんですから。転がり込んできた主役の座の方が大切ってわけかい？私、この舞台をやり遂げることが月村さんの供養になると思っていますから。ではこれで。役者だね。あんたなら月村以上の女優になれるよ。まったく、君みたいな人材が今まで埋もれていたなんて信じられないよ。陽子ちゃんみたいな光り輝く役者がいると僕の演出イメージもどんどん湧いてくる。いや、まったく素晴らしいよ、君は。ありがとう。
おう、来た来た。お待たせいたしました。ステーキでございます。さあ食べて。これからが僕たちの舞台の再出発だ。うん、うまそう。悪質ないたずらですよ。近所の住民の飼い犬なんですが、ここ1週間で5匹、かわいそうなもんです。1週間の間で5匹ん？髪の毛？そういえば月村の時も死体に髪の毛が巻きついていたわ。なったこった。また始まるね。ああ、動物の肉じゃ飽き足らないさ。一度人の味を覚えたブリードは特にね。何をしているの私。何をしたの私。血を追って舞台に上がり続けてたというの。負けるもんですか。月村にできて私にできないはずがない。私は負けないわ。やっぱり君だったんだな。帰ってください。体に染み込んでしまった刺繍は芝居じゃ隠せない。人を呼びますよ。そんなことをしたら困るのはそっちじゃないかな。光あるところに闇がある。この世界の裏にもまた闇の世界が存在する。光と闇は絶対相入れない存在なんだ。闇の住人が人間世界に入り込もうとすれば必ずどこかで破綻をきたす。あの月村のようにね。何なのあんた。何者なのよ。闇の住人でも人間でもない哀れな男だが、
闇へ迷い込もうとする人間を救う手助けができる。闇の力は人間に扱える代物じゃない。今ならまだ間に合う。陽子！何なんだあんた、こんなところで何をしている。やれやれ、ナイトの登場のようだ。邪魔者はおいとますることにしよう。だがこれだけは言っておく。その力のために人を犠牲にするなら、俺は容赦なく君を殺す。心配したよ。無断で何日も稽古を休むから。他の役者が怒っている。主役が転がり込んできたからっていい気になるなって。もちろん僕はそんなことは思っていない。いや頼む、君がいないともう今回の舞台は成り立たない。踊るわ、私のステージに。朝比奈陽子は世界一の女優になるのよ。血みどろの道を踏み越えてね。聞いたことはないか。三つの願いを叶えてやる代わりにその人の魂を奪うという悪魔の忌憚。瓶の中に封じ込められたりするあれ、おとぎ話じゃないの？そうかもしれない。だが遥か昔から同じように人間をたぶらかして生きてきたブリードはいる。まさかあの子も、朝比奈陽子もブリードに魂を売り渡したと。人間がブリードを欲しているのなら俺にはどうすることもできない。欲する？人間がブリード。陽子ちゃん、スポンサーが主役をダブルキャストにしようと言うんだ。僕は大丈夫だと言ったんだけど、無断で休んだ稽古のことを気にして、とにかくもう一人立てることが決定になってしまった。この子が候補の子だ。よろしくお願いします。よろしく。じゃあ今日は舞台リハーサルから見せるから、陽子ちゃん頼むね。失礼します。シド、あれ。朝比奈陽子とダブルキャストの子だわ。シド！あれほど忠告したのに、やるしかないのか。シド、来るよ！シド、大丈夫か？避けろ、クリー！シド！クリー！シド！しっかりして、シド！その腕の傷、本番お前に怪我だなんて。何でもないわ、こんなもの。何を言っているんだ、その体じゃ今日の舞台は無理だ。だったらお話を変えなさい。主役のために舞台を作るのがあなたの仕事でしょ。私はスターよ、トップスターなのよ。私の邪魔をする奴はみんな死ねばいいのよ。
大丈夫。おそらく半日もすれば生き返るわ。でももし私に何かあったら、リオンちゃん、その時はあなたがシドに血を分けてあげてね。教えてあげる。神よ、ああ神よ、永遠の魂を勝手に引き止めようとしましたことをお許しください。私には生きている人たちへの義務がありましたのに、それを忘れましたことをどうかお許しください。愛に、愛にのみ生きようとしていることを。何急に、まさかあいつがまた出ようとしているの。ダメ、出ないで。今一番いいところなのよ。私の芝居でみんなが涙ポロポロ止まらなくなるんだから。ダメ、出ないで。みんなが讃えるのよ、私の演技を。私はスターよ、世界一の名女優なのよ。化け物？私は芸術を愛する者。人間たちにちょっとした才能のひらめきを与えてやっているに過ぎない。ひらめきですって？その報酬として私は人の肉をいただく。フェアなものだろう。今度の子も意外にもろかったよ。自分から私の力を欲しいと言ったくせに、ブリードの本能に支配されてしまった。さて、新しい素材を発掘しに行くとしよう。さようなら、お嬢さん。シド、髪は返さないと。死んでも死にきれない。貴様はヴァンパイア。今度はお前が眠る番だ。ね、この程度の小道具では私を倒すことはできない。分かっちゃいないが、ここの主役は俺だっていうこと。芸術に携わる者には心の中の鬼と向き合う力がいる。だけど彼女は女優を演じているうちに本当の自分を見失ってしまったのね。かわいそう、陽子さん。仕方ないさ、呼び込んじゃいけない闇を欲したんだから。
俺だってヴァンパイアという役を演じているだけさ。舞台に上がる以前の自分は何者だったのかも覚えてないんだから。思い出した君と二人